オムスクは、ロシア連邦中南部の都市。シベリア連邦管区の西端に位置する。人口は117万人で、シベリアでは、ノボシビルスクに次ぐ2番目に大きな都市である。シベリア鉄道の要衝の一つで、モスクワから2555キロメートル。1716年に建設され、1782年からオムスク市。シベリア開拓の拠点として知られ、 長らく西シベリア総督が本拠を置く西シベリアの中心都市でもあった。革命以前には日本領事館もあった。革命戦争の折には一時コルチャーク提督率いる白守軍の首都ともなった。1934年からオムスク州の行政の中心。オムスクは現在もシベリアコサック軍の行政中心地であるほか、ロシア正教会のオムスク及びタラの主教。 イスラム教のシベリアのイマームが存在する。北へ流れるイルティシュ川の右岸、オミ川との合流点を中心に、その両岸に街が細長く広がっている。その佇まいは、小ンクトペテルブルクと言っていいような勝者で落ち着いたもの。街の至るところに彫刻が置かれ、旅行者の目を楽しませてくれる。ソ連崩壊までは、外国人立ち入り禁止の閉鎖都市だったため、 日本ではあまり知られていないが、治安もよく、交通も便利。街の標高は、海抜87メートル。南へ、すぐのところにカザフスタンとの国境線がある。水上、陸上交通の要衝で、シベリア鉄道やその支線が通り、イルティシュガーの水運と鉄道を使った陸運が交差する場所として、大いに発展した。現在もこの地方の国道が集まる場所である。 イルティシュ川の水運も旅客用、クルーズ用、貨物輸送用などに使用されており、イルティシュ川上流のカザフスタンの石炭や金属と、イルティシュ川下流や帯川流域の石油、天然ガス、木材をこの町に集めてくる。オムスクセントラリヌイ空港もあり、モスクワからは航空機利用が便利である。ロシアやシベリアの各地のほか、カザフスタンやドイツなどへの国際線も飛んでいる。 市内交通としては、路面電車がある。また、オムスク地下鉄が建設中である。欠片の気候区分上では、冷帯湿潤気候に属するが、比較的乾燥した気候で、しばしば激しい砂嵐、特に冬季には吹雪に見舞われることがある。大陸性気候で夏冬の気温差が大きく、1月の平均気温は低、摂氏16.3度、 7月の平均気温は摂氏19.6度であり、昼には30度を超えることもある。ただし、乾燥しているので、日本のようなべったつきはなく、しのぎやすい。6月から8月にかけては、反白夜で、夜11時頃まで明るい。年平均降水量は415ミ、mm、リメートル。17世紀にコサックを先頭に、ロシア人は西シベリアから、 オホーツク海沿岸にまで探検を行い、その間の地域をロシア領へと組み込んでいった。イシム川及びイルティシュ川沿いの辺境地帯を南のステップ地帯に住むキルギス人から守るため、1716年にオミガワウにオムスクの砦が建設された。当初木造であったオムスク砦は18世紀後半に強固なレンガ造りへと完築された。現在、 クレムリには建設当時のトボリスク門と修復されたタラ門が残っており、クレムリ内部にはドイツ人の建てたルーテル派教会、仏器コ軍の刑務所、司令官の家などが残る。19世紀から20世紀初頭にかけ、オムスクには西シベリア総督がおり、西シベリア地区及びステップ地区の行政中心地となっていた。 ロシア正教会のみならず様々なキリスト教宗派の聖堂や教会が立っていたほか、モスク、シナゴーグなども立ち、総督の官邸や軍学校なども設けられた。しかし中央アジアがロシア帝国の支配下となって国境が遥か遠くに移り、軍事的重要性が失われると、オムスクは活気のない田舎町へと転落してゆく。19世紀半ばには、 流刑地となりヒョードルドストエフスキーラもこの町に流されていた。オムスクの中心部、レーニンドーリクレストボズドビジェンスキー聖堂オムスクに、活気が戻ったのは1890年代にシベリア鉄道の建設が始まり、1896年にオムスク駅が開業したことがきっかけで、イルティシュ川、オ帯川水運と鉄道の連絡地となるオムスクに、多数の商人や投資が集まり始めた。 商社や会社がのを連ね中心部には華やかに装飾された建物が、次々と立ち、人や荷車や蒸気船が行き交い、通信回線が築かれ、娯楽も盛んになり始めた。イギリス、ドイツ、オランダ、日本など、各国の領事館や会社もオムスクに進出した。1910年には、シベリア農業、産業博覧会が開かれ、 豪華なパビリオン群や噴水などが建設され、オムスクは繁栄の絶頂を迎えた。博覧会の建物は残っていないが、当時建設された豪華な建築物は、今も残り歴史あるシベリアの都市の香りを残しており、他の町とは異なるオムスクの見どころの一つになっている。局地体験家であり、軍の英雄でもあったアレクサンドル・コルチャークは、ロシア革命に対抗して、白軍を率い、 1918年には、オムスクに、反革命政府を受立した。臨時全ロシア政府は、オムスクを首都とし、チェコ軍団により警備された、中央銀行には、提出の所有していた、大量の金塊が備蓄されていた。しかし、オムスクの軍は、赤軍の攻撃の前に劣勢となり、1919年11月に、オムスクが陥落し、コルチャーク政権は崩壊へと追い込まれた。 ソビエト連邦政府は、オムスクよりも歴史の新しいノボニコライフスクを西シベリアの中心都市に選んだ。政府は、オムスクにあった行政機関、文化施設、教育機関などを相次ぎ、ノボシビルスクへと移したが、これによりオムスクは停滞し、オムスクとノボシビルスクの間に現在まで続くライバル関係が築かれることになる。オムスク駅オムスクの経済を、 再び爆発的に成長させたのは第二次世界大戦時と戦後の冷戦期に行われた国防産業への投資であった。1941年の独ソ戦海戦で前線に近いヨーロッパ・ロシア西部から工場などがウラルサン・ムヤクイ島へ疎開しオムスクに集積した。ソ連政府はドイツ軍がヨーロッパ・ロシアを征服した場合に冷戦後も多くの軍事工場がオムスクに集中し 人口も増えたが、これは良いことばかりでもなかった。オムスクは軍事工場の集中する都市であるため外国人の立ち入りを同制する閉鎖都市となり、1990年代以降はソビエト連邦の崩壊と冷戦集結による軍需の収縮で多くの失業者が出る結果になった。デニングラードにあった 多くも戦車設計局の一部が1941年に、戦前は、レニングラードに、戦後は、チェリアビンスクにあった、SM キーロフ記念第185工場が1962年に、オムスクに移転している。両者が統合したオムスク戦車工場は1970年代以降、T-80 戦車を生産し、BTRT 不評戦闘車、トス -1 ロケットランチャー。 試作型主力戦車、チョールヌイオリオールなどを開発したが2002年に破産宣告された。1950年代、シベリア西北部で石油や天然ガスの開発が始まると、オムスクに石油生成施設が建設され、イルティシュガーに沿ってオムスクの北方へ石油化学工場や労働者アパートが広がった。この石油化学コンビナートは21世紀初頭でもロシア最大 ヨーロッパ全体でも3位以内に入る。ガスプロム参加の石油会社、カスプロムネフチがオムスク最大の雇用種であり、巨額の納税をテコにして地元政界に大きな影響力を持つ。ソ連崩壊後は巨額の利益の上がる石油関係産業を手に入れようとして、当エリート、ビジネスマン、マフィアらが争ったほか、石油関係産業をめぐる 政治家との癒着や詐欺事件などもしばしば報道される。オムスクドラマ劇場ブルーベリー美術館生新女就寝、大聖堂機械工業、夜勤、科学、石油工業などの産業が盛んで、シベリアでの食肉産業の拠点でもある。市内には、ドストエフスキー記念オムスク国立大学、オムスク国立工科大学、オムスク国立教育大学、オムスク国立医科大学、 オムスク国立農業大学など多くの高等教育機関があるほか、ロシア切っての演劇都市としても知られている。中でも、オムスクドラマ劇場は、安倍工房作の砂の女を上演、ロシアで最も権威のある黄金のマスク賞を受賞していることで有名。また、三谷幸喜の笑いの大学をロシアで初演したのもこの劇場だが、他に、第五劇場、人形劇場、 音楽劇場、青少年劇場もある。市内にあるプーシキン図書館の蔵書量はシベリア最大を誇る。都市が解放されてからは日本とのつながりも深く多くの日本の劇団や演劇人が訪れ、オムスク大学では毎年日露演劇会議との連携で単位認定の日本文化講座が開講されるなど日本との関係は極めて良好。2007年には 革命時に破壊されたネフスキー寺院が市の中心部に再建され地下鉄の建設が始まるなど都市の整備が急ピッチで進んでいる夏にはイルティシュガーのクルージングが楽しめチビールのシベリアの王冠はロシアビールの一品ホテルも充実しているちなみにオムスクはロシアの文豪ドストエフスキーが1850年1月から1854年2月まで 流刑されていたところ、その体験は後に死の家の記録として発表されている。街並みで見どころとなるのは、ルビンスキー大通りとレーニン通りに立ち並ぶ豪華な建築群である。二つの礼拝堂に挟まれたゴスチヌイドボールが中心となるほか、取引所とドラマ劇場が並んでいる。これらはすべて19世紀末から20世紀初頭の建築である。 近くの通りには同時期に建てられた保険会社、信託会社、銀行などが入っていた商社のビルが立ち並ぶ。川の合流点には18世紀のクレムリがひっそりと立つ。ニコルスキー大通り周辺には木造の商家が今も残る。その先にはコサックが発注し19世紀のロシア有数の建築家、バッシーリー・スター・ソフが設計して1840年に完成した。 新古典主義建築の聖ニコライ聖堂があり、古作区の様々な文化財を収めている。オムスク最大の聖堂は1896年に建造された精神助手信頼聖堂で、ロシアリバイバル様式の5つのネギ坊主型ドームのある巨大な聖堂である。ソ連時代に爆破解体されたが、2000年代にようやく再建された。その他、オムスク出身の画家、 ミハイル・ブルーベリーを記念したブルーベリー美術館と歴史博物館があり、それぞれかつての取引所と総督官邸に入居している。ありがとうございます。